幸せの国パナマの健康・美の秘訣とは。さあ、今日やってきたのは港区にありますこちらパナマ大使館なんですよ。皆さん楽しみでございます。今回いろんな文化とかいろいろ知らないこととかわかると思うんですけども、そうだね、驚いた時はパナマの言葉でエンセリオというらしいです。エンセリオ、オッケー。そして今回クリスさんが番組特製トートバッグを持っているのにはある理由が。これ中身何も入ってないでしょ。今日はね、パナマのいろいろとなんかいいものを大使夫人におねだりしてみようかなと思うんです。そしてここをもうこのぐらいいっぱいにして皆さんにプレゼントしたいと思って。果たしておねだりはうまくいくのか。ということで今回クリスさんが学ぶ国は、日本から飛行機で20時間ほどかかる人口およそ400万人の中米パナマ共和国。観光地として有名なのはパナマ運河。太平洋とカリブ海を結び、年間1万3000隻を超える船舶が通航する貿易の要衝。実は運河以外にも世界遺産の旧市街カスコビエホや古代遺跡パナマビエホなど、その美しい景色を求め多くの人が訪れる中米屈指の観光地。さらにパナマは中米の中でも1人当たりの GDP が高く、国民の幸福度が高い国の一つ。そんなこの国の大使夫人にパナマの知られざる文化や健康・美の秘訣をクリスさんが掘り下げていきます。すいません、ちょっと緊張。うわ、あ、ブエノスディアス。あ、クリス松村と申します。よろしくお願いいたします。My name is Elizabeth. こちらがパナマ大使夫人のエリザベスさん。いつからね、ここの日本にいらっしゃるんですか？ I arrived in January. ああ。So very short time. Yes. でもとってもお綺麗な方で、すごいびっくりしました。あ、thank you. ありがとうございます。日本語お話になれる？あ、わかりません。わかりません。いやいや、でもすごいです。ちなみに大使。すごい。I know that word. エリザベス夫人は今年の1月に来日したばかり。2019年から駐日パナマ大使を務めるカルロスさんと昨年結婚し大使夫人に。普段はパナマの弁護士として日本からリモートワーク。家庭では2人の娘の母として子育てに大忙しなんです。ではパナマ大使館の中へお邪魔します。和菓子持ってまいりました。どうぞお受け取りください。恒例の手土産をお渡しし、はい、お話を伺うことに。お仕事が大使夫人もありますし、ご自分のお仕事もあるし、お母様というお仕事もある。大変じゃないですか。Yes. And we have a dog now. 何の種類の犬ですか？ワンちゃんですか？ French Bulldog. ああ、フレンチブルドッグ。盗まれないように気をつけてください。今、フレンチブルドッグが誘拐されますから。Oh, yes? Oh, okay. レディー・ガガのフレンチブルドッグが盗まれましたから。Yes. クリスジョークで和んだところで、本題へ。パナマのね、方っていうのはどういうふうに美と健康を保っておられるのかを聞きたいんです。The most important thing about Panama and health is that the climate is very humid, and so it's very good for the skin. No winter, so it's always very moist. 湿度が高く肌が乾燥しづらい環境が美につながると語る夫人。さらに。So Panamanian women go to the hair salon a lot. Do manicures, pedicures. We have a lot of celebrations, and so we always like to get dressed up. Queens, every town, small town has its queen, and you have the queen of the upper street and the lower street, and then you have parades, looking good and. A culture of beauty. ちなみに湿度が高いパナマでは髪の毛をまっすぐ保つために女性は毎日のように美容院に通うとのこと。そのため料金は安いんです。ブロードライ for like $5。 ブロードライだけでも日本だったら2000円はするよね。安い。私はやる髪の毛がないからできないんだけど。そして夫人自身は、パナマは車社会であることから体がなまらないようにパナマにいた時からトレーニングが習慣。もちろん来日した今もかかしません。とここで突然ですが、パナマに関するクイズを出題。パナマでは世界一価値の高いと言われるあるものが飲めるんですが、それは一体何でしょう。スタジオの内さん、5秒でお答えください。正解はコーヒー。It is geisha coffee. ゲイシャコーヒーは1500メートル以上の標高、湿度、温度、パナマの特別な環境でしかできない希少価値の高いコーヒー。昨年開催された国際品評会でのオークションでは1ポンドおよそ500グラムがなんと13万円で落札されたほど。それを聞いたクリスさんはクリスさんも驚愕の世界一価値の高いコーヒーを特別にいただけることに。うわ、なんかマスク二重にしてんのにいい香りがするんですけど。そのお味は？酸味が強くてね、爽やかなお味ですごく飲みやすくって、苦っとかじゃないの。素晴らしい香りにはなってます。マスクの中がパナマ。マスクの中がパナマになったクリスさん。そして次週は絶品のパナマの健康グルメを堪能。さらに駐日パナマ大使が登場。ここの胸。クリスも踊り出すパナマの魅力を続々発見。次回も乞うご期待。